今日はね、このリバディプライムが動き出すということなんですけども、どうにかしてね、僕の背中にあるジェットパックを使って、このリバディプライムに乗っかることはできないのかっていうことで、ちょっとやってみたいなと思っております。まあ、イメージ的には、そうですね、こいつ動くんですけど、まだ動いてないですよ。動いたらここにポンってジェットパックで飛び乗る。それで僕がここに乗ったままリバティプライム君が動いてくれるっていうのがイメージでございます。理想っていうかね。なんでね、ちょっと、まあとりあえず挑戦してみましょう。どうなるかわかんないですけど、まず乗れるのかっていう。プロクター。よし、でスタート押す。押してどうやって動こう。駆け上がるか。よし、いけ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 。ミッションコア最初期化。リバティプライム完全いや、システ普ム通起にこれ、あれじゃね？足速け動。れ全ばいけシんじスゃテム、ね？規定値、武器、普通にいけ戦闘たなわ。し。あ、任務、誰だ、乗れねえ。あらゆる中国共産党員の壊滅。乗れ中国ねえの？勝利の確率、不可能か。BOS、蹴る！いけ。あ、乗れあなあ、い。ビクトリア。ターゲットの座標まで進みいまや、す。つまんなすぎだろ、それ。じゃあもう乗れないというならば、最初からパワーマー、あ、ごめん、ごめん。パワーマーだけ、あのやつに乗っけときましょう。まあ、どういうことかというと、僕はもうパワーマーを脱ぎ捨てちゃいますけど、このベリウム攪拌機を入れる前、この状態だと乗れるんですよ。なんで、この頭の上にパワーマーだけ乗っけときましょう。そうすればなんとなく、いやまあ多分予想的にはスイッチ入れた瞬間ドスンだと思うけど、まあそれはそれで面白いんじゃないかな。いくよ。はい。フュージョンコア最初期化。リバティプライム完全システム分析。どうなる？俺のパワーマ全システム規定値武器いい準備よ。なし。パワーマー浮く系か任こ務、れ。あらゆる中国共産党あ、員浮いちゃのった壊か。滅。浮いちゃったわ。中国勝利の確率、ごめんなさい、浮きました不可ね。能か。BOS、蹴る！ということで、アンドビクトリア！ターゲットのというこ座と標で、までパワー進みまマーはす。かっこよくなんか神のすべアーてマーのみたアいにメなっリカてま人すのね。権利です。民主主義もは交渉するもう、のでゴッはドありパまワーせん。で浮きましたわ、僕のパワーマーは。どうなの？着てみましょうか、じゃあ。あ、来た来た。多分落ちるでしょ。落下するだけじゃない。ああ、そのままっすね。いやー、なんかもうちょっと面白い展開にならんのかね。え、じゃあスイッチ入れた瞬間、駆け上がってパワーアーマー来ますね、じゃあ。よし、いけいけいけ。フュージョンコア最初期化。リバはティプじー。ライム完全いシスけいテムけい分けいけいけ析。いけいけ。全システム規定値武器準備なし。任務あらゆる中国共産党員の壊滅。どうだ？多分落下するんじ中国ゃないか勝な。利の確率不可能か。あー、普通だ。